精鋭揃いのハヤトジムから、アマチュアキックの雄登場。鉄鋼原料継承者、財務経理部担当部長、内田則政51歳。相手の方がだいぶ強そうで、正直すごい戸惑ってはいるんですけども、まあそんな中で自分がどれだけできるか試してみても頑張ろうと思います。よろしくお願いします。5年前に忘れかけてた勝つ喜びというのをもう一回味わいたいと思います。ターゲット渋谷、パーソナルトレーナー長尾圭40歳。いや、もう今ターゲット渋谷といえばヤーマン、日立ヒューマとめちゃめちゃ活躍してる若手がいますけども、僕らミドル世代もできるってことをここで見せてやろうかと思ってます。渋谷でイケイケなのはプロだけじゃねえぜ。倒します。ヤーマン見てろよ。内田則政 VS 長尾圭。さあ第7試合 57.5kg の試合、さあここから解説席にヤーマン選手に来ていただきました。お願いします。いや、ヤーマンさん、はい、先ほどナイスな試合でしたね。いや、やっぱりヤーマンの試合盛り上がるっすね。いや盛り上がる。いやすごい、やっぱライズボアでもヤーマン選手の試合が見れるなんかめっちゃレアです。いやもうだって東京ドームで行ったらこの席で見たら300万本当ですよ。マイクもキレキレでした。いやもうやっぱりこの近くでヤーマン見れるなんかマジみんなあの幸運っすね。今日は今日はこの解説も一緒によろしくお願いします。お願いします。お願いします。ということで、ヤーマン選手、このライズボア、はい、今回が初めて旗揚げされたんですけども、はい、どうですか、ここまでの盛り上がり。いや、なんかそこら辺のプロ工業より盛り上がってるんじゃないですか。経営重いし熱気もすごいですよね、お客さんのね。なんか、なんていうんですかね、やっぱこうミドルを応援するみたいな。でみんな、年が近いかじゃないですか、はい、なんでなんか自分気持ち分かるじゃないですか、この年で、はいはい、このリングに上がる凄さっていうのが、はい、みんな分かると思うんで、はい、なんですかね、余計なんかその親身になれるというか、はい、うわすげえみたいな、俺でもなれるんじゃないかみたいな、はい、そうですよね、自信になりますよね、なりますよ ね、 ということで今回の試合、こちら長尾圭選手、ターゲット渋谷の選手ですけども、はい、ヤーマン選手もいつも練習は一緒にされてるんですか。あ、もうそうですね、もうターゲット渋谷のもう創業当初からそのトレーナーをやっていて、はい、だから自分も結構ミット持ってもらったりとか、はい、一緒に練習したりとか昔はしてましたね。なるほど。で一方の対戦相手が内田則政選手、はい、こちらハヤトジムの選手ですね。いや51歳ってすごいっすね。すごいですよね、自分の倍生きてますからね。そうですね、ヤーマン選手今何歳ですか。今25っすね。25歳。じゃあもう全然子供でもありえますよね、はい、全然本当お母さんより年上なんで。そうですね、はい、本当なんかいいっすよね、本当、うん、こう50代でもこうやってプロのリングで、うん、なんか自分の子供の頃の50代って、はい、なんか本当おじいちゃんみたいな、はい、感じだったんですけど、はい、こうやって50代でこんなことやってるなんか、うん、本当なんだろう、子供の頃じゃ考えられないですよね、はい、いやしかも今皆さんお仕事されながらその後に練習してこのリングにね、はい、待ってるっていう、いや本当になんかいいなと思います、うん、なんか自分も、うん、こう50代の時に、はい、こうやってキックボクシングやってたいなってこれを見ると思いますね。いや、じゃあライズボア200ぐらいでヤーマン選手が50歳でリング上がってるかも、ね、そうでも盛り上げますよ、でもいや見たいですね。さあこの試合長尾選手がリーチを生かして攻めていますが、ちょっと内田選手のパワーに負けちゃってるっすね、はい、長尾さんが。あ、内田選手やっぱこのキックいいんですかね。いやなんかパンチはうまいっすね、はい、結構そのあでもちょっと疲れたんですかね内田選手が。この長尾選手も蹴りでいく、はい、結構その内田選手が、はい、右のフックを当てるタイミングうまくて、はい、でなんだろう、こう長尾選手がこう攻めるときに、はい、うまいタイミングでこう内田選手が右のフックを当てるんですよ、はい、でそれでなんだろう、威力がなくても効いちゃうんですよね、はい、そのタイミングがいいと、その意外とポンって当てるパンチが効いたりするんですか。あ、そうです、そうです、こうなんていうんですかね、車と正面衝突するみたいな、はい、感じで威力が倍増されるんで、はい、なんかその、まあ、内田選手はそのタイミングがうまいです、うん、なるほど、はい、いやすごいですね、ヤーマンさん今自分のことあんなに話しててちゃんと見てますね。ちゃんと見てます。ちゃんと見ながら話してたんで素晴らしいです。
いやでもこのやっぱりライゾーは1分30秒というのがまたいいですよね。はい、なんかプロより疲れるんですよ。自分そのアマチュアの頃と、はい、まあ、プロで試合してたんですけど、はい、あのどっちの方が疲れるかって言われたら、はい、アマチュアの試合の方が疲れた気分があるんです。本当ですか。はい、なんですかね、あの中距離と長距離、うん、はい、マラソンとダッシュって疲れ方違うじゃないですか。はい、でも心臓がすごいバクバクするのは、はい、短距離じゃないですか。はい、だからその1分半の試合って短距離なんですよ。あー、なるほど。はい、でもこれはもう短距離走をずっとやらされてる感じですか。ね、あ、そういうことです、そういうことです。その疲れ方で言うと、はい、その 100m 全力で走った後みたいな、はい、もう様子見てるとかないですもんね。そうなんですよ、うん、様子見せたら勝てないんで、はい、だからこうプロの試合よりも多分その何ですか、心臓的な心拍数的な辛さは多分1分半の方がきついと思います。なるほど、はい、わー、大技出ました。さあただお互い、わー、やっぱりこの足の攻撃っていうのはそうですね、はいはい、アマチュアでもやっぱりタイミングがうまいですね、その内田選手は。はい、その蹴った後とかしっかり返してるんで、はい、カウンターになるんですよ勝手に。はい、で長尾選手はこう下がりながら下がりながらこう戦ってしまってるんで、はい、なんていうんですかね、こう当たっても威力が強くならないんですよね。はい、後ろに力がいっちゃってるんで、はい、なんでこう内田選手は前に行きながらこう当ててるんで力が強いんですよ。はい、なるほど、はい、分かりやすいですね。分かりやすいすごい、このただ内田選手もこの気持ちが強い、そして長尾選手も、いや50歳でもこういうファイトしたいですね。すごいですね、本当に51歳に見えないですよ、ね、いや見えないです、見えないです本当に。長尾選手は40歳、ライズフォアのデビューできる年ですね。あ、ライズフォアは40歳からなんですか。そうなんです、40歳以上から。いやでも本当いい試合だったんですよ。あっという間の試合でしたね。いや疲れです、なんか本当1分半だからこう疲れないだろうってこう皆さん思うと思うんですけど、はい、1分半のが疲れるんですよ3分より。しかもそれヤーマン選手が言うから、はい、なんか説得力めちゃめちゃありますね。もうプロがやっぱこう、うん、なんですかね、まあ、本当プロがやってても1分半でやった方が疲れるです。なるほど、ただ、はい、ヤーマン選手の試合はあの3分でも最初からいきますもんねまあでも自分結構早めに終わらせちゃうそうですよねそれでは集計結果をさあ判定を聞いてみましょう。ジャッジ和田20対19、赤内田、お内田選手に入りました。ジャッジ永瀬20対19、赤内田、おー内田選手。ジャッジ友武20対19、赤内田3対0以上3対0の判定を持ちまして内田則政選手の勝利です。内田かっこいい、いやすごい、ただ中野選手もすごいですよね。いやうまいすごい、テクニックはすごいあるんで、やっぱりこうでもアマチュアの1分半の中で2ラウンドでこう勝敗を決めるってなると、やっぱりこう印象がいいのって前に出てる方が印象いいんですよ。だからこうなんですかね、ちょこちょこ当ててるよりも前に出てその一発当ててる人の方が判定がつきやすいんですよ。なるほど、プロの3ラウンドやったらここからね分からないかも分からないですけど、もうアマチュアやったらもう絶対に最初からいかないと、最初からこう前に出てる方がそのなんですかね、判定に有利なんですよ。プロもなんですよね、はい、プロもなんですけど、まあ、アマチュアは特に前出てる方が有利なんですよね。この試合も非常に盛り上がりました。いやなんかさあそれでは見事下手なプロの攻撃より盛り上がってる本当にもう第一試合からすごく盛り上がってる。いいな、なんか自分が50歳になってもライズオーバー続けてほしい。皆さんこんばんは、ね、また見たいですね。目黒区学芸大から来ました、ハヤトジム内田と申します。聞いてみましょう。まあ、正直今日勝てると思わなかったんで何のコメントも用意してないんですけど、おお、まあ今日の結果いかに関わらずですね、まあ景気づけようと思って今日のお昼うなぎを食べました。うなぎ最高。すいませんということで、今日いろんな、応援来ていただいているんですけども、本当に皆様どうもありがとうございました。またちょっと今後試合どうするかは分からないですけど、また機会があったらまた応援よろしくお願いします。どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。マイクも皆さんしっかりされてますよね。いややっぱなんかちゃんと皆さんこう経歴を見ると、はい、なんかまあこう代表取締役の方であったり、はい、まあ、今の方なんか担当部長の方じゃないですか、はい、やっぱり
しっかりされてますよね。また見たいですよね、はいはい、またね。いやいいですね。でも、はい、この内田さんは、はい、財務経理部の担当部長だったみたいな。すごいですよね。本来やったらもう格闘技やる必要ないじゃないですか。すごいっすよね。うなぎを経費で食ったのか食ってないから気になる。確かに、はい。まあ、それはね、ちゃんと経費じゃない、はい、あのね、じゃないと思いますよ。経費いくらでも使えると思うんで、羨ましいっすよ。いや